いろいろ僕もらの方も企んでることがあって、企んでることがあって、ただトークとかじゃなくて、ただトークとかじゃなくて、今日、あれですよ、ひっくり聞いたの収録で、それ分かんない、それ何なんだよそれ、ひっくり聞いたら、テレ東の、テレ東の全然知らないわ、違いました、聞いたことないわ、違うよ、今日は時のところに来たの、時のんちに、突撃ですよ、突撃行く、じゃあ行きましょう、マジで今日初めてだから、はい、ちょっとピンポンのとこまで行ってみましょう、行こうか、はい、ここ開けて、ピンポンですね、いいとこなの、これ、何番知ってる？じゃあ、呼び出すか。はい。呼び出した。あれ？うん。うん、はい、もしもし。あ、時の原田です。あ、どうも。原田。うん。どうしたんですか？どうしたんですか？じゃあ、時の引っ越さなきゃいけないでしょ？出なきゃいけないんです、ここ。だからほら、もう物件探してきてやったから。そっち見に行くから。そう。降りてきて。うん。降りて分かりました。うん、マジで。はい。よろしく。はい、どうも。はい。ということでね。はい。一緒に見に行くんだけど。はい。ちょっともうこれ、海外出張すぐこんなの。まあ、なんかそこらしいっすね。結構長いで行かれる。かなり長い、今回は。なので、まあ。ボン、はい、でね、時野くん、はい、これはね、ちょっと実は原田が一個仕込んでましてね、ほう、条件もらったじゃないですか、はい、そんな条件は関係ない物件に来ました、ほう、なのでまだ見てないと思うので、はい、まず見てもらって、はい、その後、ここはちなみにおいくらですかと聞いてください。わかりました、はい、じゃあ内見行きましょう、はい、はい、お願いします。じゃあまず早速、はい、玄関来まして、玄関なのに扉があるということは、でかい横の扉、はい、ウォークインシューズ、これ入れますから、これクローゼットになるんですか、これ入れました、シューズインクローゼットです、シューズインクローゼット、クローゼット、いいですね、いいですね、広いですよ、これ全部靴とか、まあ靴以外にも入りますよね、まあ、消火器とかもチャリンコ、折りたたみチャリンコとかも入るんじゃない、ああ確かに、まあ、スーツケースとか、うんうん、いいですね、いきなり入り口から、はい、さあ、じゃあ次どっち行きます、こっち行きましょうか、右行きます、はい、はい、ここがトイレ、え、広っ、トイレちょっと見てみましょう、縦長です、これ広いですよ、ごめんな、うわ、これもパウダールームですね、完全に、はい、うん、はい、でかいな、はい、ここ相当いいお値段するんじゃないですか、いやいや、まだ言わないですよまだ言わない、まあ、まあまあ見て見て、はいはいはい、こっちはこっちもなんかありますよ、はい、バーン、はい、おお、え、これって部屋、何何なんだ、いや、これウォークインクローゼットですね、完全になんか、よ、だからいわゆる洋服部屋でしょ、洋服部屋ですね、はい、2つあって、しかも広、はいはい、上もあって、こうあるんですね、ララララララ、衣装部屋ですよ、完全に、ね、だから時戸のあの T シャツがいっぱいここに飾られるんですよね、ああ、そうですね、いつかね、ユニフォームユニフォーム履歴を額縁に飾りたいと思ってたんですよ、はいはい、これも、はい、これだけでこんな広さがあるってことはやばいですよ、もうやばいですね、ここもうこの段階やばいです、やばいですね、はい、まだね、メインの部屋行ってないですからね、封印されしこの扉、はい、開けます、行きましょう、はい、えい、うわうわ、何これ、めちゃくちゃ響く、やば、うわ、なんか上にもあるし、うわうわうわ、メゾネットタイプってやつじゃないですか、2階建てだ、マンションなのに2階建てこれをメゾネットタイプって言うんですね、うん、この、うん、
めちゃくちゃ声響きますね。本当だ。うーわ。ここ何、これテレビとか置くのかな。巨大テレビスペースですよ。だから100インチレベルじゃないでしょこれ。だから孫が2人寝れますね。え、あれさっきのところで孫さんにはもう豪華すぎるクローゼットでしたわ。恐縮しちゃうかも。恐縮しちゃうと思いますね。はい、これ上の前になんかこっちに何かある。こちらキッチンですね、はい、キッチンも部屋になってますよ、はい、やばいよこれ。ほら4個口これはやばいわ。そしてオーブンもあります。はい、はい、そして L 字になって、あ、これゆっくり閉まるやつ。ゆっくり閉まるやつ出ましたね。出ました。食洗機、はい、広いな。いやこれもキッチン部屋ですね、これ完全にね。はい、これも冷蔵庫のスペースもでかいわこれ、うん、下もね、はい、はいはいはい。じゃあ、いやそのちょっと天空、これ天空への階段でしょ、はい、天空への階段。そうなりますね。はい、じゃあ行ってみましょうか。さて、てか天井高っ、でかっ、窓もですからね。いやいやいや、さあ階段を、うん、いやこういうところにどんな人住むんだろうないやいや、だからそこを先陣切ってもらってこの日本の e スポーツのはい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 、やばいですよこれは。はい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 、なんか廊下になってるし、はいはい、こういう感じですよね。はいはい、だからこう下にこうでしょうね。あ、こういう部屋があるんだ。でもこいい家に、いい家だわ。いい家になってます。いい家になってます。いい家これは。よく頑張ったわ今まで。いや、まだ早いですよこれ。そっか、ここも。はいはい。でこっちに。こっちにも十分なスペースあり。スペースになっていて、全。ちょっと上げてみましょうか。はい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 、そうそう、出てくるか。いる、はいはい、ない、ガチで海外で忙しいかもしれない。多分ね、今集中してる。絶対言ったらやってるもん、はい、閉めます。はい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 、すごいなここ。しかし本当にこれはすごい。もうこれもうね、明らかですね、ここは。はい、バスルームでございます。出ました。あ、え、備え付け、何かどうなってる。おお、ドラム式。あら、しかもなんかちょっと横文字が、いや海外のやつなんじゃない。海外のやつっぽい。てかドイツっぽいね。あ、いやー、でこれをいいそうじゃん。出ました、透明、はい、エロいっすよ。でこっち外も見れると、うーわー、で、なんかついてる、テレビもついてる。はい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 、へえ、こっから見られますね。はい、確かになんか外国のホテルっぽいですね。いやこれはすごいよ。はい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 、でこっちまで、ほんでベッドルームで、あとトイレ。ベッドルームがあるんですか。いや、ベッドルームは、ベッドルームはないのかな。ここになるのか。そういうことか。だから2階に要はお風呂入って歯磨いてトイレ行って寝るっていうパターンじゃない。で朝起きて1階に降りて、はいはいはい、料理食べてみたいな。なるほど。でもここまで来るとなんかもう窓でかすぎて遮光とかもしっかり考えないといけないから大変そうだな。確かに。あとカーテンがね。そう、カーテン、これどうやってつけるんですかここ。カーテン、でもこれどうするの。ステンスケの方に。あ、あるんですか。こんなカーテンはさすがにない。ないっすよね。縦長の。だってこれ4メートルぐらいするじゃないですか。そうだよね。ウィーンってやつでしょ、多分。ウィーンって降りてくんじゃない。あ、多分そうだと思うよ。はいはい。でも、時々ぐらいになれば多分これ、それを使わずカーテンつけるんだろうね。まずしっかりした遮光は必要ですよね。夜寝るために6メーターぐらいのカーテンつけてほしいね。だいたい明るくなっちゃうからな。はい、
いはい、はい、そうだからこんなだから目黒から品川は見られないのか。あ、分かった。目黒方面なんですかね。こう中目黒まで全部見られるんじゃない。あっち側はだから西になるんですかね。はいはいはい。はい。いやここすごかったっすね。これはやばいよ。こんな物件あるの初めてですね。初めて見ましたね、うん、こういうところが都内で。そう、まあ時蔵さんぐらいになれば。どのぐらいなんですか。ここね。ここら辺のこの価格帯は。ここだから、だからまあ。大した額じゃないんだけど64万ってちょっと手が出ないですわ。それはほらもう e スポーツリードしていかないといやでもこういうところ住んでね、あの華やかなところ見せたい気持ちあるんですけど、そうだね、ちょっと一旦保留でお願いします。一旦保留する、はい、ただでもこれどういう人が住むんですかね。いやだからもう成功した人、成功者がほら、だからそこはほらマッチングしてるから、まあそうですね、ここはもうね、うん、ここでまあ一旦見させていただいて、だから皆さんもねこういう物件ありますので、そうそう、まあ、もし気になる方いらっしゃったら、まあ、概要欄に多分書いてあると思いますので、そちらでコンタクト取っていただいて。しかしこれは本当にすごいな、こんな物件が都内にあるのか。面白いですね。この天井ですからね。最上階ならではですよ。最上階が2階建てになってるってことでしょ。だって面白いな。さすが、はい、じゃあ、はい、考えるということで、考えておくということで、はい、よろしくお願いいたします。どうぞ。内見いきます。お願いします。おお、これは綺麗でございます。おお、いい感じですか。カッカでございます。あら、白いっすね。なんかちょっと入っちゃいましょう。あ、出がいいから靴揃えちゃうから完璧に。完璧、新築ですね。なんか新築の匂いするもん。あらここはベッドルームなのかな。ここでしょう。あ、筋トレルームする。だから配信&筋トレルーム、ここになりそうですね。あ、でもね、もうちょうどいいぐらいね。今はこんぐらい、今おそらくこのぐらいだと思います。いいじゃないっすか。これはクローゼットかな。あ、そうだ、クローゼット。なるほど、これ日当たり絶好調ですね。こっちは何向きになるんですか。これだから東から上がってきてるから、そっか、今太陽、昼これだから南か、南東向きでございます。南東、あ、でも南東一番いいよ、うん、日は入りますよ、ね、そうそう、長い間入りますよ。で、こっちがキッチンなのかな。はい、キッチンでございます。4台あるんだ。各部屋ちょっと深いでございます。いいキッチンでございます。ららこれ全部白いですよ。いいですね。三口。三つあれば僕は絶対に困らないですよ。完璧。三口。使って2つなので。はいはい。これあれ？それプラス洗浄機もついてるんじゃないですか？もちろんです。え？ら。今のところともちろんなんですか。大体ついてるところが多いんですか。ある程度グレードがあると、あ、ついてます。やばいよね。ゆっくり閉まるやつじゃない。ゆっくり閉まるやつ、そしてリビングと、あと部屋が2個ありますよ。さらに2個か。2個。ほら、こっちが、はいはい、こっちは、まあ、多分このはいはい、中で一番狭い部屋、ちょっと狭めの、まあ、ちなみに最上階ですからね、これ。これでも、この大通りに面してる割には、うん、静かです。静か。さあ、そしてもう一部屋。
人やこっちありますね。はい、クローゼットありありますね。いい感じに、いない、誰かいたら怖いよ。はい、さあこれがどこでしょう。こちらが、まあ、お風呂、お風呂前の洗面台ですね。洗面台も収納はバッチリですね。ありますね、いい感じ。三面ガラスでいいですよ、ね、で、お風呂、お風呂、まあ、洗濯機置きあるとして、はいはい、お、お風呂はかなりのスペースがありますね。あ、いい感じじゃないですか。十分なスペースありの、なんだこれ、これは、あ、これふたふた、あ、お風呂のふた、お風呂のふた、今、ね、もうそんな感じになってるんですよ。あの、コロ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 じゃないんですよね。あ、バリアフリーじゃないですかこれ。嘘、ここに手すり、これあれですよね。あ、本当だ、タオルかけるところじゃないですよね。うん、バリアフリーですね。あとシューズ、あ、確かにシューズクローゼットが玄関に、玄関入ってすぐある。これあれか、説明書、あ、はいはい、十分入りそう。そうですね、うん、いい感じですよ。床暖もあります。あ、マジで、床暖あり、床暖もあるんだ。あります、このエリアだけ。そうです、はい、なるほど。ずるいね、ここまで来ると。乾燥はどうですか、ここは。乾燥、ここはもう20丸で、20丸、素晴らしい、素晴らしい。なんとこの物件、あそこにスカイツリーがすぐ見えるということですね。なんと、ちょっと逆光だからピント合わせますよ。ちょっと待ってください。見えますかね。絶好の見晴らしでございます。ズームしときましょうか。こんな感じです。これ夜綺麗ですよ。これがずるいね。じゃあ、他も見てみますか。そうしましょう。はい、じゃあ、他行きましょう。はい。ましたよ。こちらの物件でございます。はい、じゃあ見てみますか。はい、はい、行きましょう。まず、はいはい、シューズ、シューズよ。なんかめっちゃ多くない？これはすごいシューズ入ります。うわ、うち結構靴は多いので、このぐらいあると多いね。十分です、ね、いいです、いいです。はいはい、マジでリビング、はいはいはい。こちらの物件は新築ではないということなんですが、うん、すごい綺麗です。綺麗ですね。こんな感じ。はい、キッチン行きますか。はい、これなんか食器棚でしょ。はい、長い収納は、うん、これ助かりますよ。だから、あのトースターとかそういうところに入れるんじゃない。あ、収納はすごい多いな。いや、でもこれ綺麗だわ。でも超綺麗ですよね。綺麗、築10年ぐらいだな。全然、あ、またある、出ました、食器を洗うやつね。リンマイ製なの、はいはいはい。じゃ、引き出し側の引き出し、ゆっくり閉まるやつかな。どうでしょう、それ引き戸でしょ。これ引き戸です。それちょっとやってみましょう。はい、ゆっくり閉まるやつ、ふわっと閉まるやつ出ました。なんと廊下がある。あ、はい、廊下、なんか長い廊下ありますね。うわ、廊下があります。これ収納、はい、お入りそうです。収納ありますね、プロテインが高くて、はいはいはい。そしてこう廊下があって、廊下が左に、はい、部屋その1です。その1、あ、だからここさっきのリビングの、はいはいはい、つながり。なるほど、ここはだからもうまさにこう配信&トレーニング系な、そうですね、部屋になりそうですね。ないで、これはバルコニーの、バルコニーつながりの、そしてもう一部屋ここね。これがベッドルームなのかな。そうですね、こっちの方が若干広そうなので、うんうん、ベッドルームして収納も、収納ある、はい、大きいね。こんだけある。実は
収納がなんかすごい充実してる物件かなと思います。各部屋にこれ大きいな。これは助かるね。こっちが水回り。はい。はい、まあもう言うまでもないでしょう。何の問題もないです。はいはい、収納。でね、やっぱ綺麗だね。何回も言うけど。収納。洗濯機置き場。洗濯機置き場。はい。ます。そしてお風呂場。お風呂。うん、あ、やっぱりこれなんだ今のグレードの高いところは。蓋がこういうふうにあるんだな。トイレ見ましょう。いないいない。お、でも手洗うとこあるじゃん。ありますね。あー、いい。ここもおしょうゆの手紙がいっぱい入りそうだ。で、トトのおしょうゆ、とうとう出ました。ここなんだろうね。そうやってるのがそこトイレみたいになってるけど。後ろから見たら昔の古い家かそんな感じだね。はい。で、さあ、トキルさん、ここはどうです？ここ非常によろしいです。非常に良い。はい、ここはですね、まあ、前に住んでた方がいらっしゃるみたいなんですが、これを感じさせないこのリフォームっぷり。うん、リフォームをおそらくされてるんじゃないかということで。なるほど。あのお値段もですね、あのそんなに高くなくて、高くない、バランスが非常に良いんじゃないかなと思います。ベランダも広いし。ね。スカイツリーさんがいらっしゃいますよ。はい、全部屋に床暖房がついている。出ました。床暖房とエアコンもしっかりついてます。はい、そして、そして。おい、これ眩しい。広い。このスペースがあれば孫さん喜ぶな。まあ出てくんじゃない、そろそろ。いや、だれマジで前回。そろそろ、ほらマジで前回最大の特徴じゃないですか。こっちこっからちょっと今日は天気が悪いけど曇りなんですが、お花見が部屋からできてしまうという、はい、こんなとこにメガネを置いてたら壊れるからね。だから多分ここね、原田さんが住んでたらこれはグラサンになる。ああ、そうですね。で、読み物が漫画になってますよ、多分。そろそろ決断の時ですよ。はい、私時々が決めたのはこちらの物件になります。